ルイ・ポーラン・ルイ・ポーランは、フランスのパイロットである。1910年に水蒸気で離水した飛行などで、知られる。パジーナズで生まれた。はじめ、模型飛行機の設計のコンクールで優勝し、実機を製作する賞金を得た。ポーランの設計では高価になるので、ボアザンの機体を購入し、エンジンを取り付け、飛行を学び、1908年、10番目の飛行免除を得た。 1909年に同愛などの飛行競技会に参加し、いくつかの競技で優勝し、高度や飛行距離などの記録を作った。ファルマン機で離陸するルイポーラン1910年には、ファルマン機に乗り、アメリカ・ロサンゼルスの国際飛行競技会に参加した。高度1269メートル、飛行時間1時間49分の記録を立てた。 4月にはオーリンズからトロワ近くまでの1 8 9トルの飛行を行った。4月末には1910年のロンドンマンチェスター間エアレースでロンドンマンチェスター間を2回以内の着陸で24時間以内に飛行したパイロットに与えられる賞金を2 9 6 1トルを12時間で飛んで獲得した。また1910年にはアンリファーブルの設計による 水蒸気、カナードモーで飛行したパイロットの一人となった。ありがとうございます。